はい、皆さんこんにちは、サルです。相変わらずですね、このセカンドストリートで買ってきたソロ用ホットパンが気に入って、毎日のように使っております。で、今回はですね、ちょっと2つのことを、試したくて、やってみました。一つはですね、視聴者さんの方から提案いただいた、パンじゃなくて、食パンじゃなくて、ホットケーキミックスを使ってですね、やるっていうことがちょっと挑戦してみたくて、今日初めて、そういう方向で、調理をしてみると。で、もう一つはですね、がっつりと調理をした時に、この OD 缶のガスをどのぐらい使うのかなということで、調べてみました。調理前が今 OD 缶が状態で 290g だったので、調理をした後どのぐらいガスが減ってるかを調べて、でコスト的にはいくら分だったのかって計算してみようかなと思います。やっぱりこう毎日使うってなるとですね、どのぐらいコストを使ってかかってるのかなということをやっぱ知っといた方が、長く安心なので、そういう風にします。で、まあパンケーキの生地で焼くんですけど、ちょっと今まだ朝なので、できれば朝食のような感じで、このウインナーを焼いてパンケーキの側で挟んで、まあホットドッグのような感じにできればなと思って、ちょっと、やってみます。今オリーブオイルをですね、黒い方のパンには入れてウインナーを焼きましたが、これまだ新しいっていうのもあると思うんですけど、しっかりとフッ素加工されてますので、油は入れなくてもよかったなと思いました。油入れちゃうとすごく跳ねますので、周りがですね結構油だらけになっちゃうということを考えると、まあ油なしでいいかなと。ずっと使ってるとですね、もしかしたらフッ素がだんだん剥げてきて、油しかないとなんかこびりついちゃったり焦げついちゃったりなるのかもしれませんけど、まだ、今の段階ではですね、購入して、1週間強ですかね、まあ、毎日のように使ってはいるんですけど、全然フッ素が剥げてるような感じはないですね。で、ホットケーキミックスをですね、粉 50g で今日はやってみます。私以前ですね、メスティンでホットケーキミックスを使った料理を結構たくさんやってるんですけど、粉50に対して水50っていう風に、水と粉の量を一緒にすると失敗が少ないので、そんな風な感じで調合してます。で、ちょっとこうアクセントにブラックペッパーをかけまして、でパンケーキを焼いていくんですけど、まあどんな風にすればいいのかなと思いながらですね、 50g だと結構いっぱいでしたので、まあ、次回からこれ粉 40g にした方が、まあこのセカンドストリートのソレオホットパンだとちょうど良さそうですね。ちょっとですね、溢れ出てきたら嫌なので、少しだけ炙って、まあごくわずかにですけど、まあ、固めてやって、でその上で、ウインナーを投入しました。この2枚の鉄板をですね、くっつけたり外したりするときに、特定の角度でないとできませんので、それがちょっと使い勝手が悪いかなというところがですね、今少し気になってます。はい、粉50だとこんな感じで、もうパンパンですね。はい、ちょっと溢れてるかなぐらいの量になります。外にはみ出してくるほどではないんですけどね、少し多すぎますね。次回粉 40g ぐらいが多分適量じゃないかなと思いました。で、弱火でだいたい2分ぐらいですかね、私の場合はやってます。しっかり焼きたいなと思うので、これ人によってまたね、その辺は好みがあると思います。あ、はい、なんか片面の方くっついてますね。はい、ウインナーを炒めた方はですね、オリーブオイルを塗ったこともあってこんな風に剥がれやすいんですけど、もう一方の面がくっついてる感じですかね。あ、くっついてますね。はい、なんか上側にくっついてきて、はい、ちょっとですね外そうと思ってるんですけど、この時もね、鉄板がパッと2枚外れると便利なんですけどね、ちょっとやりにくいんですが、ナイフでこのフッ素加工に傷つけないような感じでちょっと小さぎ取ってやりまして、そうすると簡単に剥がれると思います。はい、こんな感じですね。あ、もう少しちょっと焼きたい感じですね。この焼き加減がですね、まだちょっとよくわからないので手探りなんですけど、
あとまあ1分ぐらいはやろうと思います。どうでしょうね。こちらの麺はもう大丈夫で、はい、いいんじゃないでしょうか。なかなか美味しそうにできました。で、ちょっとコーヒーも同じガスバーナーで沸かしてみたいと思います。はい、出来上がったものはこんな風に取り出してちょっと中を見てみます。あらかじめ焼いてますのでね、ウインナーは問題ないんですけど、生地がねまだ焼けてなかったりしたら嫌なのでと思ったんですけど、まあ大丈夫そうですね。はい、これなら問題なさそうです。ちょっとマーガリンをね、かけて溶かしておきたいなと思います。今回はお湯ですね、カップ1杯強ですか、 300cc ぐらい沸かしまして、ちょっとアイスコーヒーを入れてみます。まあ、苦いコーヒーとですね、ちょっと甘い、パンケーキの生地は合うんじゃないかなと思ってやってみました。はい、ということでいただきます。もう抜群ですね。本当に苦いコーヒーは朝必須ですね。ではこの、ホットパンで焼いた方も、はい、上出来じゃないでしょうか。まあなんかね、どういう風に調理すればいいか分かんなかったですけど、まあこういうやり方でも問題ないですね。ウインナーを焼いておいてパンケーキの素を入れてそこに、投入と、良かったように思います。なんか上手なやり方をもしご存知の方がいたら、またコメント欄で教えてください。お願いします。ということで、使用後に測ってみると、272g なので、使ったのが 18g。 この金柑はですね、1缶500円だったので、だいたい、85円分ぐらい使ったかなという感じになりました。はい、今回は少し前回よりもガスを使った感じですね。ツイッターも再開してます。もしよければ登録お願いします。